こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。対抗立志伝 5DX ライブ配信始めていこうと思います。では、いつも通り、1562年の10月、今岐阜城にいますね。体力も回復してるってことは表情が近いってことですね。出ることってあったっけ、やれることってあったっけ。17,200。話してもしゃあないな。まあいろいろなんかやってくるか。これって馬不足してるのはわかるんだけどな。はい。ツイッチで、いつも通り配信しております。ツイッチのぜひアカウントフォロー。チャットコメントお願いいたします。ツイッチ、マイツイッチアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。はい。そして、YouTube に2日後、ですので10月2日21時頃に アーカイブアップロードいたします。ぜひ見てください。チャンネル登録高評価もお願いいたします。マイツイッチアカウント、This Live Archive Upload by YouTube Channel YouTube Channel Two Days After My YouTube Channel Subscribed and Good Button Please YouTube Channel はチャンネル登録、動画の高評価もお願いいたします。また旧 Twitter である X のアカウントも持っております。ぜひフォローお願いいたします。アカウントリポスト、いいねもお願いいたします。 TwitterX マイアカウントフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ではやってみましょう。表情です。白です。これは、11月の表情ですね。あっぱれ。拠点調査をやってたんだ、10月は。他が論外とか平凡とか、力不足ばっかりじゃん。よくて平凡ですからね。何これ？あ、佐渡金山だ。これいくらも、でも20巻だからな、微妙ではあります。ささないまさ、ささら声。軍備か。今どこにいるんだ。六角とぶつかりたいかな。何がいいんだか全然わかんないよな。鉄砲なんてだって堺に行かないと買えないよな。
大筒は結構限界があるし、徴兵か、鳴海城で徴兵しろ。修行するぞ。まあ基本的に自分のことしか考えない方がいい。まあお金も十分ありますし、技能を身につけましょう。今自分の能力は？武力が欲しい。力が欲しい。これですね。力が欲しい。さあ、武力。武力ってどうやって稼ぐんだ？個人戦の攻撃力、防御力、武力は牙、鉄砲、弓術、忍術、破壊工作。まあ普通に武芸かな。武芸じゃないか。いや普通に武芸なんだけど、武芸じゃないの。でも忍術を習いたいな。忍。そういえば苦内持ってるんですよね。苦内か。軍学。軍学がいいかな。武芸かな。武芸が良さそうだな。連続斬りとか。連続斬り持ってなかったっけ。札。連続斬りはまだ持ってない。まあ、あ、持ってるや、連続斬り。持ってんのか。弓の能力ってどこにあるんだ。弓術。弓術の里、どこなんだろう。あと鉄砲かな。鉄砲は更なる技能を身につけるって書いてるから、別に武芸だけを身につける必要はない。技能だからな、あくまで合戦の時になんか活躍するような技能でもいいわけだし、商業っていう手もある。習ってくるか。
文学ってどこで習えばいいんだろう。陛下？文学は大名に行って習うんじゃないのかな。ああ、これパズルゲームをやるんだ。文学をするためにはどこに行けばいいんだ。あと医術を習って自分で回復するっていうのも一つ手かもしれないな。医術は結構自分の止血とか役に立つんで、傷薬とかいいかもしれない。熱湯とかあるんだ。軍学はやばいな。車係、風林火山取れればベストだからな。でも軍学どこで並びに行きゃいいんだ。軍学はどうやら人物宅でなんか軍学詳しい人に習いに行けばいいみたいだよな。でもな、医学も並びたいよな。医学って全然、医術か全然並んでない。軍学は2位並んでますね今。医術、医者堺とかに行けば医者習えそう、まあ、もしくは京都だよな。京都行ってみるか。うん、京都行こう。そうだ、京都に行こうってことで、京都の町、亀太郎さん。まあとにかく常まさかどきたいなの。おハートが2位になったな。政務がすごい高いんだ亀太郎さんは。志望バリ増言は欲しいな。これ合戦で辻斬りで奪ったらバリ増言の札を取れるってことはないかな。まあやらないけど。医師宅ここだ。これで医術を学ぶことにしよう。うん、はい、出たこの難しいやつ。今も意味が分かってないんだよな。薬の代償、これ尺だよな。
救い、どの釈をしよう、大中小、移す先、これしかもあのアクション時間制限がある。大中小、ここどこに出てくるんだろう。まあ、あの最後薬が調合薬に1必要、7入ってる、うん、ああなるほど、これは数だ、引き算だよな、うん、3-2で1、大きな食、はい、台から台に先に入れて、でその指定の数を小中に回して合うようにすればいいんだ、右の要求されてるものに。台から小か、わかった、あ、わかった。あ、ダメだ。こっちから小さいとこに。でこれをこうすればよい。あちらはこっちじゃない、尺からにして、こうすれば7を1にすれば成功になる。あと5だな。え、なんで？なんで？え？え？今なんで5にならなかったんだこれ。薬買っとこう、満金一旦。10個ぐらい買っとけばまあ大丈夫でしょう。満金単以外意味あんの？競争剤ってなんだ俺。え、価値が3なんで、なんか強くなるんだろうか。強くなれる意味を知った。今あと何日だっけ。
とりあえず、あ、なんか分かってきたかも。あ、違わないか。オッケー、完璧。こういうことだ。あと37日、まだ残っている日付が。まあでも、あの、休むよりも薬、満勤丹とか薬で解決した方が早いですからね。どんどんイーツを指示しましょう。あ、どんどん日一がかかって多分難しくなってくるんだろうな。3つだ今度は。何？ダメか。こういうことだ。あと22日、ちょっと厳しいかな。ちょっと今回は無理だと思う。ちなみに医術の技能を身につけたから目標は達成ですね。難しいな、やっぱり。レベルが上がるとどんどん難しくなる。イーツは1個だけしか増えなかったけど、まあ、達成は達成ですね。国友法ってなんだ？大砲？で、一応またいつも通り、交易品のあれで、あの、稼いで帰りましょう。葵ちゃんを買いましょう。全部ルーレット、攻撃も上がりたいな。あ、ダメだ。おお、はい。で、石山に行けばいいんだ。石山。ん？これ石山本願寺って行けるんだ。なんか求めてんな。金塊渡せたら嬉しい。ラブラブ度はまだ 0.5 ですね。あ、石山合戦に、
と参戦し石山合戦で戦った人なんだ。この人は石まだこの時点では26歳だけどボスなんだな。なわけないよな。仲良くなっとこう。茶席しときゃいいでしょう。はい、もちろん満金タン。情けは人のなんたらかんたらなりって言うんだよね。これ悲しいな。あ、年齢上なんてあるんだ。戦力は強いよね。石高もすごい高いし、住民の安定性、つまりモチベーションも結構、統率力も結構取れている。71ってまあ普通かな。まあ本当は町に来たかったんで町に行きましょう。いつも別にここ行かなくてもいいやろ。いいえ、知ってる。あ、え、用心棒って、そっか、用心棒いいでしょう。保険です。今から入れる保険ありますかっていうとこですね。で、何するんだっけ。ザハ、そうだ、売るんだ。葵ちゃん、もちろん全部。あ、本当に船が増えたよな。あ、石山では紙を買う。オッケー、あ、簡単だな。これちなみに今人物情報で弁舌が読んだからか、弁舌はもう乾燥してるんだよな。弁舌だったっけ、これって。弁舌だな。弁舌は乾燥してるからもう弁舌を習う必要はないんだよな。弓術がまだダメだし、連砲は早く習っとかないといけない。水軍はこの水軍に行って鍛えたんだけど習えなかったよな。まあとりあえず紙を買ったんで、そのまま堺へ行きましょう。あと何日？ 18 日か。
チェンバロでも買っとくか。3つぐらい買っときゃいいでしょう。交渉はしとこう。ワイン見ながら見てます。あ、ダメだ。ほんとワインの数を増えたな。辞典？なんだろう。座のとこに行ってみる。ラブラブ度で言えば、まあ津田早急は行ってみるか。人たらしだからな、秀吉って。天下の。じゃあ全部。今堺だよな。堺では湯を変え。オッケー、だいぶ安くなったな。で、目方に行けば、目方に行けばよい。もしくは京に行って茶を買うっていう手もあるよね。京に行こう。色でしかないからな。ラブラブ度も3に上がってるやん。職人？何の職人だ？おっと、那智の滝行きたいよね。那智の滝ちょっと制作依頼しとこうか。いいでしょう。なんかようわからんけど。いいよ、売ります。全部。っていうか普通に売るだけでも 1.5 倍になるよな。攻撃万歳。あー残念、2000弱っていうとこですね。あと14日か。まあ満金丹で解決すればいいからな。時は金なりだし。
とはここでお茶を買うんだ。宇治茶でちゃっちゃっちゃ、宇治茶でちゃっちゃっちゃ、美味しい宇治茶ちゃちゃっちゃと。あ、いや、あれなんか上位互換のお茶が出てきたような。はい、東五郎、まあいいでしょう。次は堺に行けっていうんだ。堺に行って針買ってか、これがラストだろうな。誰？あ、じゃあ2でいいってことだ。ラブラブ度はまだ 0.5 ですね。突然所領を召し上げられた上、死を命ぜられて果てたって何があったんだ？なんでこんなかわいそうな目に遭わなきゃいけないんだ。鈴木定湯は鉄砲名人。鉄砲もいずれな、行きたいよな。全部。あ、あと針を売って、今堺だよな。針を売る、針を買う。硫黄とかどうなんだろう。あ、まあでも硫黄買ってもいいけど、硫黄は高くなってるだろうからな。あ、ちょっと早すぎた。三術って今どのぐらいの能力だっけ。三術は2つか。三術も上げたいな、いずれ。まあこれで今どこにいるんだ。堺にいるから京に戻って、これラストですね。針もちろん全部。ああ、早かった。焦りが見えてるよな。すごい、4000台だったのに9700になってる。しかも1000ぐらい投資してますからね、町に。あと11日しかないんやな。生寺ってなんだっけ。南蛮寺ってなんかいいことあんの。
例えばこのフロイスと仲良くしてたらなんかいいことがあるとか、寄付や開墾修行ができます。あと北九州の豊後、今の大分県ですね、そちらにもあって、アルメイダっていう人がいるみたいです。開墾の修行ができる、寄付、主人公の運が上がる、あ、大砲賞購入の紹介状もらえることがあるだっけ。じゃあ、本当に1000でいいのか。あ、そうなんだ。あなたの霊峰ってなんだ？霊峰って何の能力だっけ？まあいいや。全然安いしな。とりあえず出ましょう。何も音鳴らなかったから良いことなかったな。そうだった。絵描きさんだ。必ず言っとこう。今ラブラブ度は 2.5 ですね。御所？まあ、とりあえずもう帰りましょう。で、自宅へ。飯食わせろ。やった、結構回復したな。これだったら、入金で3000ぐらい入金すればまあ十分でしょう。どんどん金庫に溜まっていきます、お金が。で、あ、まあ休んでもいいけど、でもここはもう他のこともしたいから、光秀。早速買った、堺だっけ、京都だっけ、あ、堺だろうか、買った辞典を。現実を直視する傾向にある。あれ、手合わせダメか。じゃあ、そう、あ、お茶やってないんだ。あ、ダメだ、 お茶やってくれないんだ。あー、滝川さん、はい。まあこちらは満金タン持ってますからね。あれ、これって秘技鉄壁と急所打ち、敵はしばらく動けないって無敵やん。は？なんで唐突になんか。
反射は？いや、おかしいな。あれ？は？なんで？いや、ふざけんな。余計なことするんじゃなかった。逆に満金タン多く使わなきゃいけなくなったじゃないか。4つ使わないといけないもんな、満金タン。10個買って300使ったんだけど。何個ってあるんだ。この販路って何の役に立つのかな。まあ、今なんか滝川一馬さん変なもの持ってたよな。はい、20もじゃないか。そんな上がってないか。別に満金弾使おうが、あの日付は消費しないんだな。 OK。 アチスカか。贈り物プレゼントかな。足屋釜追放なんてできるんだ。かわいそう。追放もうラブラブ度ピークですからね。はい、立ち去りましょう。さあ、早くも表情がスタートです。まあ、平凡だ。2つ上がれば、なんかあっぱれなんかな。まあ、2ヶ月に一遍なんだ、表情って基本。庭長秀がトップでしたね。うん、いいよ。でも意見するんだけどな。いやいや、加勢してほしかったんだが。あ、まあ武士勲功が上がったからよしとするか。武士を焼いてまいれ。なんか結構えげつないことになる、なってるな。変装技術があると効果が上がる。また伊賀に行くか。はい、あれ、あ、なんかお金増えてない？お金増えてるよな、なんで？あ、そうか、依頼料か、これ。3000で、なんか流言を流してこいっていうふうに、信長に言われたからか。はい、というところでですね、まもなく18時か、ちょっと、
買い物に行っていきたいと思いますので、突然ですが申し訳ないです。10分から15分ほど休憩いただきます。少しお待ちください。
はい、お待たせいたしました。では、やっていきましょう。まずいつも通り忍者のところ伊賀でも甲賀でもどっちでもいいけど、まあ甲賀行ってみますか。あ、伊賀だった。いや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 、さっき前回伊賀にあったでしょ。さっきボスか。なんだこれ。ん？ちょっと待った。ラブラブ度はまだ 0.5。これで喜んでもらえないのか。あ、ダメだ。ラブラブ度が 0.5 のまま上がらない。待たないとダメなんだ。まあ簡単に個人戦で倒すのは無理だろうな。出た五右衛門。1でいいんだ。竹取りはダメだな。これ行こう。なんか、あ、五右衛門風呂だからな。なんかやっぱり、ある世界のトラウマでもあんのかな。茶席とか開いてもらえないの？あ、信頼度が高いとダメなんかな。自転ってそんなに良くないな。あ、でも意外と喜ぶんだ。あ、架空の人物なんかな。五右衛門の噂聞きたいな。珍しいものが好き。興味を持つことはない。そう、訓練しないとダメなんだ。で、もう当然。あ、ね、これはあれか、絵のやつだ。え、これだ。下の服だけでわかるというな。あ、間違えた。あー、最後だけ惜しかった。感性、落とし穴を作る特技。これってあの合戦の時役に立つ技術か。23日。20日か。ちょっと20日は足りないな。
攻撃やってくるか。1回が限度だよな。1回あできて2回ってとこが限度だな。それにもう用心棒の雇用期限ももう切れかけてるしな。一つずつ能力を上げていってるんだけどな。忍術も2に上がったし、まだ名声も2しかもらってないしね。合戦で上げる方が一番都合がいいんかな。何だって、破壊工作。とりあえず、目方の町へ。ラブラブ度1。陶磁器を購入。全部。ちょっと不満。で、これを京都に持っていく。で、葵に買う。お、やった。大筒購入ができるようになった。十字架。キリスト教になるのか？道場もあるんだ。はいじゃないんだ。
誰に弟子入りするのがいいのかな。まあ陶磁器を売りましょう。普通に惜しい。これで葵を買えばいいのか茶を買えばいいのか悩むな。まあ針だな。針じゃない、茶を買うんだ。茶を買いましょう。茶上がってんな値段が。まあでも鉄砲多すぎない？あ、だいぶ安くなった。あ、ありがとうございます。いいでしょう。で、これで護衛の修行期間は終了。馬酒っていうのがあるんだ。いいでしょう。そうだ、薬買おう。もちろんマンキンタ10ぐらい買っときゃいいでしょう。10もいらんか。まあ10買っとこう。17日しかないから間に合わんしな。あとはあれ、あ、もう一つ下げないとあかんのか。ミルニジャン安定度を。使命が達成できてない。間違えた。いや無理でしょう。こんなん勝てるわけないでしょう。あれ、なんで打てないんだ。持ってるかじゃないの。武器を選択が間違ってる。あ、マザケって2なんだ。ロード。
まず甲賀に行ってみるか。忍び屋敷かな。はいはい、あ、これで達成ですね。手合わせはしない。もっと下げれるといいのかな。でもさ、ちょっと時間かかった。え？ラスト。だ、服の柄で見抜けないとダメだな。感性。23日だからな。ちょっといあの頭上に行ってより下げられるのかで見てみるか。え、なんで？何のために入ったんだ。手合わせするわけにはいかんし、弱っ。神戸智則弱っ。弱いけど結構前回これで苦労させられたんだよな。さすがに手合わせする気もないわ。まあ調べるのみだからな。え、どうやって流言下げるんだっけ。これって流言どうやってしゃべ、流言ってどうやってしゃ下げるんだ。もっと流言を下げたい場合ってどうすりゃいいんだ。達成はしてるんだよな。忍者のみなのかな、流言を下げられるのは。流言はどうも忍者がいるみたいだよな。忍術を札変装やればなんかあるみたい。忍術を普段か持ってたっけ。変装は持ってないな。変装持ってたらもう
やるけどな。あと20日か。まあ、ちょっとし、もう、普通に、金稼ぎに行こう。マンスは、堺に行くか石山に行くか、堺かな、堺に行きましょう。絵描きさんか。フロイスに会いたいんだよな。硫黄かな、いや麹ですね。麹を購入。誰？全部。結構おいしいな。ちょっとだけ上がった。酒場でちょっと依頼しよう。用心棒、もちろん高くても強い人。あんまりラブラブ度が高くないんだ。お、お国じゃん。夢。もちろんラブ、お国のラブラブ度を上げます。出雲って言ったら湯浴でしょう。奥に一応生年月日不明になってるんだな。1572年生まれらしい。お国が演じていたものは茶屋遊びを演じたエロティックなものである。
東山湖、これどこだ？出雲のお国像があるみたいだよな。京都に。すごいな、これ。お国の歌舞伎王には名古屋山三郎役の男装したお国と茶の娘役として女装したお国の夫三九郎が濃密にたわれるものであった。みんな異性相を特徴としている男の娘とかが。男の娘と、あと男装の麗人だよな。逆は。受肉って、馬皮肉の受肉って、院長こと月の水戸が言い出したんだな。何言ってるんだ。仕事してたんだ。奥に見とれてしまった、つい。奥にはだから、男装をやってたから。おっと、天狗家全滅。売るものがないから大根を買えってことか。おお、素晴らしい。だいぶ安くなったな。何かしたかったんだけど忘れたな。何をしようとしてたんだ俺。マヤに行きたい。騎馬の指示って結構難しいらしいけどな。
キバは今2持ってんだ、レベルが。で、大根を買ったんで京都に行って誰かいる？誰だこいつ。弱みぎんは価値2で10か。分かってる。あ、アマゴが滅亡したから浪人になったんだ。かわいそうに。しようかな。アクション系苦手だからな。別に追撃する必要性って薄いもんね。で、ルイス・フロイスに賄賂を送って、で堺の紹介状でこれ大砲、取れるようになって、ちょっと今は無理やね。で、あと、あの、御所じゃない。公家の方へ。大根を売る。全部売る。安い。あれ？ミスター？ひょっとして。あ、いや、ま、ミスってない、ミスってない。で、これを、に、葵を買う。全部、全部。あー、ダメだ。早かった。いや、やめとこう。で、何かするんだっけ？消化。特にレベル2のやつをちょっと購入しましょう。種ヶ島。10？あ、間違えた。来い。全然安、あんまり安くならなかった。
きましょう。石山に行って、あ、安井道頓だ。アマゴのこの人もアマゴの浪人になっちゃったんだ。石山の町に移動するか。古田さん、種子島配りやってる。若い。ああそうだ、内通疑惑で処断された人か。もちろん全部。オッケー、お当たり。まあ300ぐらいかな。あ、いやいやいや、ちょっと待って、買わないとダメだ。石山だよな。もちろん全部。石山からまた堺へ行って硫黄取引するんだ。まずこの人に誰？わかんないな。ブラブドは 0.5。 利休酒っていうのがすごい安いんだ。あ、ダメだ。座に行って売る、紙を売る。
全部売る。あ、一個。で、餌会では硫黄を買う。9日しかない。次メカダに行ってどうとか、茶碗買っとこう。あ、いやいや、茶席。いや、もう無理でしょ。だから普通に6日か。6日はちょっとやばいな。買えるか。陶磁器買いたいけどな。陶磁器単価高いからな。あ、でもないか。じゃあもう帰ろう。浜浜でも行くか。もちろん恐れ山怖いな。ティアル誰？あのティアル、ひょっとしたらもう一つ大きなリコエーションゲーム、大航海時代の登場人物かもよ。え、私っていう感じですね。おお、頼もう。鍛冶屋。鉄砲指示もいずれやりたいよな。今鉄砲の能力って、2か、まあ、2だったら今のとこはいいかもしれないかな。まあでも極めたいよな。いや、まあ、や、なるほど、石山よりは馬が安いんだ。とにかく、あの、本拠に帰還しましょう。もう、結構上がった。
弓術上げられるんだ。お、やった。嬉しいな。あ、いや、11しかないんで、ここで満金丹をしよう。あ、そうだ。家に戻ろう。もちろん。大江戸？もちろん。これが一番の体力回復剤だからな。OK、満タンになりました。そして金庫へ。2000かな。あんまり今回は、今月は設けられなかった。さあ、表情です。3月の表情ですね。2ヶ月に1回表情が行われます。この太閤立志伝 5DX では。まあ平凡だろうな。でもみんな平凡？力不足。あ、でもこれでも一番なんだ。なんか笹はいつもそんなこと言ってない？もちろん合戦はやりたい。うん、オッケーオッケーオッケー。
で、ここは、お台場から援軍到着するんや。勝家が一応軍団長なんだよな。前回水軍にひどい目にあったからな、水軍。早く潰しに行かないとな。いいんじゃない。ああ、なるほど。1万貫だからな。早い。兵糧くれ。いや、じゃあまあスタートしましょう。会員戦闘でも勝てるような気はするけどな。まあね、どうすりゃいいんだろう。まあでもなるべく軍団長と方針を合わせるべきだと思うよね。サミダレ打ち、これが強いんだよな。えぐいよな。射撃は悪くない。調子も悪くない。今特技のレベルは4なんだ。何がいいんだろうな。まだモチベそんなに下がってないと思うから、きたー、これで一気に増えましたね。早く力で潰さないとね。よっけー、酒井さんよろしくお願いします。これってもしかして減るの早くなるのかな。ビームが持ち目ゼロにすればいいからな。
もうさらに援軍が、もう早く短期戦で決着つけようよ。強そう。わ、息減った。激励ってなんだ。軍団長のみが、確か大手門を焼く、焼くじゃないわ、開ける門を開ける瞬間を狙ったらすごい軍功が高くなるらしい。だから次のターンで柴田勝家何するかだよな。3以上からまだ援軍来てないですからね。どうだ、まだです。あ、火攻めやりやがった。あ、去っていった。なんだそれ。松平家、うちらはどこにいるんだ。上って敵いないの。いないね。どうせ多分そんなに地上戦で長くは続かないと思うんで。あ、逆に味方の方が水軍持ってんだ。これすごいビームなんだが、強烈すぎるだろこのビーム。てないことするかな。たくさん軍団いるんだな。浅井も含めて。まあ、とりあえずこっちへ移動です。
ダメだ、効果、あの効果があるんだ。あ、ダメだ、新速のこのタイミングって無理なんだな。なんかゲットしてしまった。処理貢献って大してやってないが、千なり秒単で投資上げただけなんだが、でさ後ろに戻ってきました。もういいでしょう、さすがに。ノーマルですね。モチベアップ、モチベアップ、モチベアップ、いや、モチベアップしてどうすんの、あんた、あんたら。え、特技4、あ、特技ってこれリセットされちゃうのか。せっかく千何秒単であげたのに。おお、やった。もうみんな攻めていった方がいいな。縄文爆破、カズマさんもこう、モチベを下げる。かなり相手のモチベ下がってますからね。攻めることで敵を。ちょっとで終わりだな。ビーム、モチベがガクッと下がる。さあ何を選ぶかですね。特技火攻め、これで割れないかな。どうだ？あ、ダメだ、惜しい。日の丸陥幕です。燃やします。燃やします。一気に、もう一気に決着つけてしまおうという考えですね。でもうちはやれることないんで、千なり秒単を使おう。でもこのターンで終わるな、ひょっとしたら。
ワイが近いような気がする。シューン不発。あ、終わりだなこれ。ほんま。ビーム。ビームじゃないよ、もう踏まる。打ち破った方が早い。もうちょっとなんやけどな。うわ、持ち兵を上げようっていう感じか。攻撃できないですからね、このターンでも。終わったかな？終わりましたね。そう、柴田に持っていかれたな。先行第2か。庭には勝った。廃材兵が城下で略奪をしているようです。リキュール。結構合戦長いな。20分近くかかるな。一応ラブラブ度は上げてもいいと思う。ああ、なるほど。明智の家臣なんだ。水尾正兵衛って。ラブラブ度1。やっぱり能力高いな。でもあれ、これってあのバトルするときって、まあでもセーブしよう。まあでもわざわざラブラブ度上げなくてもいいのかなと思う。贈り物もあげましょう。あ、ダメだ。贈り物あげられないっていうか、もうカンストしてるやん。あ、テトリス。これって今どうなんだ。建築の技能ってどうだ。建築は2ですね。自宅へ戻ろう。え、いや、うわ、悲しい。
何これ、なんだろう。まあ結構はいいよね。今月はちょっとできることがないな。あとはもうこの辺とか、あと東かどっちか回ってあれかな。ちょっとまず会ってみよう。あ、武田信虎、武田信玄の父親じゃないですか。春信っていうか、お父さん辻斬りしたいな。武力もまあなかなか高いからな。辻斬り息子への恨みとかなかないのか。まあないよな。両津結構高いものがいる。チェンバロー渡そう。ラブラブルド 1.5。 いやちょっと探そう。その分からん人物が多いな。うん、この人ちょっと大谷九博。竹蔵だし、あいつ切りに行きたいんだよな。そのカレーズに近くじゃない人って見えないんだっけ。とりあえず小田原城へ。関東のちょっと交易もやってみよう。小田原紙ですね。成田宇治長じゃないか。お、プレイできる。鵜飼鵜殿の宇治長をプレイできる。これなんだろう、このマーク。
で、一応商家に行って算術はダメなんで、何これ10個ぐらい買っとこう。何これ和漢蔵書、あと3も欲しいな。孟子、いや10個でいい。貴品を購入。お払い、紙を購入。もちろん全部。あ、早かった。吉氏がいる。切りたいんだが。吉氏味方にしても切りたいんだよな。でも武力が上がってるんだよな。こいつあのここにいるときは切りに行けないのか。日を明けてくれ言うてる。ひとまずは足利に行くべきか。足利に行こう。結構時間かかるんだよな。表情まで間に合うか。あ、大家九泊じゃん。じゃあ全部。で、銅を買う。あー、ちょうど穴のとこに来た。
ってる。ロジボやと。五感って安くないか。なんか怪しいな。なんか結構値段の差ってない。やっぱり弟子入りした方がいいのか。まだ移動してないと思うよね。ん？誰だあれ。北条氏典。藤安の四男。なるほど、家康と仲がいいんだ氏典は。まあ売りましょう、もちろん全部。あまり美味しくないな。あと10日しかないやん。で、マンキンタンを買って、マンキンタンを使って、フルに回復した後で、一応セーブしよう。そして、突入しますってことですね。あ、ダメだ。手汗できない。ラブラブ度が1になってんだよな。じゃあまあザのとこへ行って、これ一気に購入だな。今度は漆を買うってことか。全部。オッケー、大当たり。あ、算術をレベル打って上がるんだ、これで。算術がいろいろ繰り返した算術をレベルが上がるようになってんだ。算術と弁術が上がるってすごいね。手汗。手汗は難しいのか。じゃあやっぱり表に出たとこをちょっと狙い撃ちするしかないな。鹿島行ってたら間に合うのかな。不安だな。残り8日ですね。誰？あ、佐竹義重だ。鬼の佐竹。いや、嫌です。武器ね、武器ばっかりだな。鉄鋼細工。
強いな。武力もまあな、武力もまあまああるしな。ん？物買ったっけ？買ったよな、買ったはず。漆持ってるから買ってる。で、これで足利に行くんだっけ？ラブラブ度は1。あと7日か。ちょっと限界があるな。いや、売らない。全部。あー、惜しい。7000いった。で、さくらに行けっていうのか、最後。銅を買って。足利はとにかく銅しかないんだな。桜か。桜やったらそんなに遠くなくて済むからな。ん？誰？茶碗を渡そう。北条の家臣なんだ。秀吉や家康に仕えてんだ。北条が滅んだ後は。岡の節祭でいいのかな。寺があるんだ。まあ、とりあえずこれ売って終わりにしよう。間に合うかな。さくらって結構遠いからな。間違えた。あー、やっちゃった。用心棒がまだあって、出ましょう。もう帰らないとダメだ。間に合うか。いや、厳しいかもな。いや、ギリギリ間に合ったか。終わっちゃったからダメなんかな。とりあえず金庫へ入金3000。25000か。
おお、やりましたね。ちょうどいい時期だよな。武将に昇進。凋落？鳥羽城を今度は攻めるんだ。一応合戦ですよ。もう攻めちゃいましょう。ちょっとな、長くなっちゃうね。つつい攻めてもいいような気もするけどな。ああ、残念。朝廷との外交ってなんだ？金銭を寄付して、だってお金持っていくか。はい、金庫からちょっと2000ぐらい逆に出金させてほしい。京都へ行って朝廷貢献度を7上げよう。朝廷貢献度って織田家の朝廷貢献度って72だから、もともとそんなに結構高いんだよな。だから結構難しそうな気はするがな。ラブラブ度 1.5 か。じゃあもう朝廷に行って、もうストレートに公家宅で、どうしようやったっけ。朝廷貢献度ちょっと、もうちょっと口添えっていうのがあるみたいな。邸宅へ行って。これだ、口添えだ。ややってどういうことだ。なんか17。あ、でも一応これで最高レベル上げたってことになるんだ。今日帰還する前にやっぱりここは、こいつ誰だ、
一人。ラブちゃん。竹取物語渡そう。で、あ、京都で、京の町で葵を飼う。興味はない。持ち出しになっちゃったからな。今回は7000で17上がるんだ。で、石山に行って今まあ56日か。結構まだ余裕あるんだよな。道場行ってみる？ちょっと待った。武芸、これって、あ、武芸が上がるのか。バグった？あ、動けない。固まっちゃうんだ。全然ダメージ与えない。固まっちゃうんだな、しばらくさ。これって武器変えられないの？で、固まっちゃうから切られるよな。合力。とりあえず今葵持ってる状態だから、今度こそ石山に行って攻撃を。え？
うさんくさ。三か。また髪をし、ん？ちょっと待った。まだラブラブ度低いな。もう思い切って聖書渡そう。その全部。しゃあないな。で、今どこにいるんだ。石山か。石山だったら紙を買う。もちろん全部。悪いな。いや、馬ってどのぐらいの能力だっけ今。馬は2か。まあ今はいいかな。石山で紙買ったんだよな。武器の装備変えよう。なんぼなんでも装備品使いづらい。この国なんたらつには種子島とか持ってるけど、15日か。やってみるか。あれ？強制的に、あ、違うか。余計な下手。何ターン固まるんだっけ？ 1 ターンか。OK。だが、そんなに。やばいな。一旦固まるか。ここでやられるよな。15日しかないか。もう出ていこう。
査会に行きましょう。誰？ラブラブ度はまだ高くない、それだけ。入手した名像、申し、すごいな、96歳まで生きたんだこの人。あ、三好長家は父のあだなんだな。三好三人衆と大きな時代だもんね。武力はまあなかなかあるな。なんか仲間にしたい気もしないでもないけどな。まあいいか。って言ってもそんな儲からんしな。でこれで硫黄を買って強化目方に売るってことか。まあでも目方まで行く必要はないよな。オッケー、用事もあと3日ですね。ラブラブ度がちょっと上がったな。千の利休、いや、お茶の力ってすごいからな。今お茶の力ってどのぐらいだっけ。佐渡は2ですね、今2か。わあ、みんないいな。交渉、あー、ダメだ、腹になっちゃった。まあ仕方がない。でしょう。はい、鑑定。2のものかなか。だから利休炉また買いましょう。利休炉飲ませとけばいいのよ。
ここ前ですね。あれ？なんで？いや、違う違う違う。間違えた。いや、間違えてる。いや。どこ止めてもいいんだ。間違えた。わ、損してるやん。今日へ行く。一体俺何したかったんだ。リキュール渡しときゃいいでしょう。あ、マナセ道山、これラブラブド頂点、この一番右のものが赤になったら徘徊できるってことかな。でちょっと用心棒やそう。高くてもう使う高全部。あー、一個足りない。ね、お茶を買う。全部買う。マンキンタンを買う。10個買っとけば十分。予約指示できれば嬉しいんだけどな。あ、さっきの人じゃん。お、大井戸加賀をゲット。で、境に行って針を。シーバさん、シーバさん、ラブラブド行こうか。
弱っ。まあ、すごいな。まああんまり惜しくなかったか。最後は針を買って。はい、ラブラブ度をどんどん上げてますね。おたけは絶望しました。唐突だな。これで最後だよな、攻撃ルートは。儲けることはできたな。まあこれでも儲けるんだけど、もっと儲けたい。あー届かない。そんなものでもいいから渡そう。これでラブラブ度ピークですね。これで最後か。ちょっと待って、目方に行くことはできるんだっけ。目方には行ける。石山、京花、堺。いや、目方行ってもしゃあないな。あ、そうや。あ、いや、ここで行ってもしゃあないんで。平太。いや、
だ日にちがあるんだよな、ちょっと敦賀にも行ってみるか。戸田制限、武力も高いな。いいえ、そうだ、酒場に行って用心棒を雇うんだ。売ってるなぁ、ものが。兵法書でも買おう。これで、あ、間違えた、茶席で2日になったんで、もう本拠に引き返しましょう。またかよ。まあ買うけど、なんで期限切れなんだ。嘘、びっくりした。そうか、合戦。いや、体力減ってるんだが。一応2の方にセーブしとこう。なんか嫌な予感がすんだよな。あと、キンタって、あ、飲めない。飲めるんだ、ちゃんと。飲んどこう。飲まないとどうしようもないしな。備え対象弱そう。まあ、3倍の能力差があるからな。早くどんどん潰していこう。届こう。弱っ、相手弱っ。ただな、野戦になったり水軍来られたら怖いんで、早く潰しちゃおう。
もう門に対してお攻めしかできないのかな。強襲と射撃しかないんだよな。いや、今4あるから、本当努力。助けに来てくれるんだ。アザイの本当に味方大きいな。急に決めたことなのにな、鳥羽城の攻略って。縄文爆破ですよ。はい、ギブアップしろ。船内瞭端だけど、ここあえて強襲で OK。 千なり秒短使って特技上げていく。その間よ、二の丸がどんどんビーム、二の丸がどんどん減ってますね。あー、くそ、野戦になったか。いや、でも無理でしょ。だって能力こっちの方が勢いが高いからな。移動した後に千なり秒短でいいのか。オッケー、ものすぐに去っていったな。でもな、元戻っちゃうんだよな。これモチベーが、せっかくモチベー貯めても無駄なんだよな。あれ、二の丸の中には人がいない。あれ、浅井いなかった。やれることって限られるかな。お、いいよいいよ、そりゃそうだ。オッケーです、ナイス承諾。お、トップだ。
134も上がった、空港が。あの遅刻が痛かったけど、ラブラブ度に、お、プレイできる。まあ、いろいろ。ん？これって、あ、まあまあ。表情までは50日ですね。ラブラブ度はまだ全然ダメじゃん。はい、もちろんマンキンタン。北畑か。金庫に2000かな。結局あの先月と一緒だけど、まあしゃあないや。プラマイゼロだけど直近は。5000だけど、味方も増えたよな今回多分。お、何？みかん？え？動画は和歌山県ですからね。お、やったん？弓って持ってたっけ？力。あ、弓ないんだ。じゃあ教えてもらおう。教えてあげないよ、じゃん。あ、間違えた。は？そうか、弓術のあれが持ってないんだ。お、やった。OK。この辺かな？あ、ダメだ。全然ダメ。ああ、もっと。しかし難しいな、これ。今日かな？あ、弓術1位増えたね。こういうことか。
ということで、豚も増えたし、上がってなかったっけ？あ、爽快三術が三。技術は上がってるよね。まあ、今月はとにかく技術上げて上げるあのターンでもいいかもしれないよね。多すぎるんだ。あったこれ。ああ。ちょっと低い。唯一一や。ああ、じゃあ山口が。あ、なかなか休日厳しいな。でもやるからにはちょっと徹底して頑張ろう。あ、ダメだ。ちょっと微妙に上げて、ってことは、あ、惜しい。もうちょっと上げて、あ、こうすると落ちるんだ。ラストは、あ、あ、意外と上がらなかった。これで、6日しかないのか。プレイできるんやな。あ、これ多分札を手に入れたってことかも。あと3日。休日、やっぱりなかなか時間かかるんだな、手に入れるには。ラブラブとかもうピークか。ラス位置だな。
半金頼んで、じゃあ城に行きましょう。あ、当然軍備、軍備って何だったっけ。どうだ。あー残念、軍備だからな。何がいいんだろう。でも三日弁日が上がったからな。運行は1613、年生も1か。建築とかもいいかもしれへんよな。まあ味方も大きく自制力増えたことですし、配下増やしたいよな。とか絶対仲間なってくれないだろうな。あ、でもラブラブ度が高くなればいいのか。稲葉一徹とか能力高いのは分かってるんだけどな。滝川いいじゃないでしょうか。え、相手ちょっと待って、鉄砲持っとるじゃん。何こいつ。避けやがった。え、これって。いや、おかしいだろ、こいつ。手合わせして勝たないと仲間にならないのかな、滝川って。腹立つな。ちょっと長く、いつまでもずっと長くやりすぎましたね。ということで、
なくなりました。ここまでとなしたいと思います。ありがとうございました。今回ツイッチで配信を行いました。ぜひツイッチアカウントフォローいただければと思います。Please my ツイッチアカウントフォロー please。この動画 YouTube の YouTube の方で2日後10月2日午後9時21時からプレミア公開いたします。ぜひ、そちらもご覧ください。 YouTube のチャンネル登録、動画の高評価もお願いいたします。 This Live Archive My YouTube チャンネル Up 2 days after My YouTube チャンネル Subscribe do and Good button please。旧ツイッターである X のアカウントを持っております。ぜひアカウントのフォローお願いいたします。リポスト、いいねもお願いいたします。マイツイッター X ビジット&アカウントフォロープリーズ。アンドリポスト&グッドボタンプリーズ。ということで、太閤立志殿遊んでいきました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。